合唱祭は市内で活動する合唱団や愛好家グループが自分たちの歌声を広く市民に届けようと開かれています。35回目となった今年は9つの団体が出演し、歌謡曲や童話など幅広い楽曲から歌声を披露しました。ゆり地域で活動するゆりの音コーラスはメドレーを含めた3つの演目を披露しました。また、西目地域で活動するコールエコーアンサンブルは2曲を披露し、訪れた人たちに歌声のハーモニーを届けていました。最後に出演者と来場者によるふるさとが合唱され、合唱祭が締めくくられました。